すごく馬鹿げたことなんだけど、あなたを一生幸せにする、あなたが大好きで困っちまうくらい大好きで。お父さん呼んだ！ちょっと来て！タマコ、何何？どこ行くの？おい、ちょっと待って！いいから！どうしたの？わかんないけど、あんこもいで。ああ、あの歌だったの。タマちゃんが歌っていたのとは、ずいぶんメロディーが違うね。あいつ、オンチだったからな。あいつ？あの歌は、ダイが、ひなこちゃんのために作った曲。お母さんに？お父さんが作った？クリオさん、余計なこと喋んないでくださいよ。学生時代、ダイと一緒にバンドをやっていて。夕日が沈む音楽室でピアノを奏でるあなたの柔らかい人。お父さん、これがあの歌だったってこと？全然違いますね。ラブのソング。なんだ、何かあったのか？かっこよかったな。マスターもタマコのお父さんも。お父さんも誰かを好きになったんだね。その誰かが私たちのお母さんだよ。あ、そっか。そんな勇気も出せないから、せめてこの歌をあなたのためだけに歌う。今日はありがとね。あ、じゃあまた明日な。あ、もちぞ、ちょっと待って。もちぞ、お誕生日おめでとう。エビバデイラブズサンバデ。誰かが誰かを好きになる。いつか誰でも恋をする。僕が君を見つけたように。この歌はあなただけに聴いてほしい。お父さん、ビデオ見たよ。お父さん、私ね、お父さんのこともっと好きになった。うっせぇ。エビバディ、ラブス、サムバディ。